防衛装備庁が水中戦闘を一変させる UUV を世界に向けて発表したとの情報をキャッチしました。今回はこの高出力レーザーシステムを詳しく見ていきますね。ここ5年で自衛隊の装備が一変する出来事です。コストもかなり安いのが日本の技術ですね。2023年3月30日に防衛装備庁がこれまで研究を進めてきた無人水中高層帯 UUV 高出力レーザーシステム島嶼防衛用身対艦誘導弾のプロトタイプが納入されたことを報告し、それらを紹介する動画をツイッター上に公開した。防衛装備庁艦艇装備研究所が開発を進めている無人水中高層帯 UUV は、電波による遠隔操作が困難な海中において、自律的に海中を航走する水中ドローンで、海洋調査や水中機器設置等の作業に、長期にわたって運用が可能であり、それらの作業において無人化を進めることにより、限られた人材を最大限有効に活用して防衛力を最大化することが可能とされ、有人の水上艦艇や水中の潜水艦とチームを組むことによって、その効果が活かされるとされている。艦艇装備研究所では、昨年の時点で、円筒状の UUV、全長約 10M、直径約 1.8M、開発に成功しており、現在は、その UUV の全長を 15M 以上に伸ばして、7日間の連続潜航を可能にする改良に取り組んでいるとされ、本体が、頭部モジュール、エネルギーモジュール、オブモジュールの3つのモジュールで構成されていて、ソナーや各種センサーなどは、頭部に、推進装置や舵などは、オブのモジュールに収め、中間部分のエネルギーモジュールに、チリウムイオン電池などを大量に搭載するなどで、7日間以上の連続航行も可能になるなど、様々な任務への対応が期待されている。なお、防衛装備庁では、UUV モジュール規格基準書については、今後の技術発展に伴って、常時改定を加えていく方針としていて、2021年9月より、運用が開始された山口県岩国市の都筑沖工業団地にある岩国海洋環境試験評価サテライト IMETS で得られる UUV 性能評価データなどを随時反映させるとしている。この岩国海洋環境試験評価サテライト IMETS は艦艇装備研究所に所属する水中無人機試験評価施設で海上自衛隊岩国基地から南に10km ほどの海沿いにあり、日本政府が掲げている行政機関の地方移転の一環として、約3万平方メートルの敷地に、総事業費約200億円で建設された施設である。試験棟は鉄筋2階建てで、その内部には、縦35メートル、横30メートル、深さ11メートルの大型水槽が設置されていて、その水槽において、UUV のプロトタイプの試験が行われるが、この水槽には、2022年に、潮流や海底地形などの状況を作る、シミュレーターなどが追加され、様々な海中環境を作り出すことが可能となり、日本における UUV の研究拠点となることが期待されている。ちなみに、アメリカ海軍やフランス海軍などで、開発が進められている UUV は、大型で、数ヶ月潜航したままでいることが可能なため、長期間にわたって、原子力潜水艦などとチームを組んで、あるいは、自律性を活かして単独で、水中における機雷対策のほか、対潜水艦船や追水上艦船、そして偵察や電子戦なども行うように設計されている。アメリカ海軍の海軍海洋システムコマンド、ナブセアが、2022年、4月28日に進水式を実施して、その存在を発表したアメリカ海軍で初めての大型の自律無人潜水高層帯エクストラ・ラージ・ウンマンネット・アンダーシー・ビアクル・キシルーブであるオルカは、
2017年9月に開発が始まり、2019年2月にボーイング社とハンティントン・インガルス・インダストリーズ HII の2社に総額2億7400万ドルの契約が授与され、ボーイングはかつて開発を進めていたことがあるエチョ・ボアージャー無人潜水艦をベースにオルカの開発製造に着手し、5隻の建造が予定されており、アメリカ海軍ではこの先50隻の調達を計画している。オルカの全長は 26m あって、ペイロード能力は約8トンとされていて、速度と航続距離は巡航速度3ノット 5.55km、 最高速度8ノット 14.8km、 最大航続距離6500マイル 1460km の性能を持ち、最大深度はエチョ・ボアージャーと同じのスペックとされ 3000m とされ、武装としては魚雷や小型水中ドローンが搭載される予定とされている。動力は通常動力型潜水艦と同様にディーゼルエンジンとリチウムイオン電池の併用で、水中ではリチウムイオンで航走し、海上ではディーゼルエンジンを作動させて充電を行い、出航してから数ヶ月間は任務を継続できる耐久性を有しているという。米海軍のオルカに続いて、各国が実用化を目指して開発を進めているキシルーブには、イギリス海軍のマンタ、フランス海軍の OUDD、オーストラリア海軍のキシルーブ、韓国海軍のアスーブなどがあって、イギリス海軍のマンタは、現在プロトタイプとして開発した全長 8.9m のもので、あらゆるテストを繰り返しており、最終的な実用タイプのマンタは、全長 30m とされ、最大速度12ノット、最大潜航深度 350m、最大航続距離約 5550km の性能を発揮すると予想されていたが、イギリス国防省は2022年12月1日に攻撃型原潜と連携可能な超大型水中無人航走隊、キシルーブを2年以内に建造するとして、ムサブス社に1540万ポンドの契約を授与したと発表して注目を集めている。また、高出力レーザーシステムは 1.2 キロ先のドローンを迎撃できる装置で、三菱重工業が3月12日に日本最大の防衛装備品の見本市 DSEI ジャパンにおいてプロトタイプを初公開した。三菱重工業によると、この高出力レーザー装置は車両搭載型として車内での研究が重ねられていて、過去2年間をかけて鹿児島県の種子島で実証試験を繰り返してきたとして、10キロワットの出力で 1.2 キロ先のドローンを撃ち落とすシーンが撮影された動画も一緒に公開された。レーザーのような目標に対して高い出力のエネルギーを照射して破壊する指向性エネルギー兵器 DEW は、軍事防衛上においてコスト面で大きなメリットがあるとされ、例えばイージス艦に搭載されている迎撃ミサイル SM3 ブロック 2A などでは一発の価格が約40億円で、これに対してレーザー兵器では1回の照射の際にかかる電気代は数百円程度とされ、電力が供給されている限り使用することができ、ミサイルや弾薬を補充する心配がない。三菱重工業は、社内研究を繰り返した後、2021年11月に、防衛装備庁との間で、車両搭載高出力レーザー実証装置の研究施策の契約を、契約額8億2500万円で交わしている。防衛省は、2021年度予算において、車載レーザーシステムの実証費用として28億円を計上していて、このことについて、同省は、将来の軽空脅威への効率的な対処が見込まれる高出力レーザーについて、現在継続中の高出力レーザーシステムの研究の成果を活用し、
レーザーシステムの車載化を実証すると説明している。島嶼防衛要進対艦誘導弾とは、日本政府が重視しているスタンドオフ防衛能力を強化する観点で、川崎重工業が開発進めている CSSM 地対艦または艦対艦ミサイルで、手長射程であり、かつ敵艦船からのミサイルや近接防空システムなどによる迎撃を避けて残存性が高められたミサイルである。日本周辺の各国のレーダ性能の向上が図られつつあるほか、射程の長いミサイル開発が急速に進む中、日本としてはそれらによる攻撃への対応を迫られている。そして、自衛隊員の安全を確保しつつ、敵の攻撃を効果的に阻止するために、敵艦艇などに対して保有するミサイルの射程圏外から発射するアウトレンジ戦法を取ることができる、スタンドオフ防衛能力の強化が注目されている。島嶼防衛要進対艦誘導弾について、防衛装備庁は、敵の攻撃や迎撃をかわすことができる高機動性を備えていると動画内で言及していて、ミサイルや実弾の迎撃をかわしながら敵艦に接近する様子を描かれているのであるが、このような形で敵の迎撃をかいくぐるミサイルはこれまで日本のみならず世界中にも例がなく、もし川崎重工業で敵の迎撃ミサイルなどを自律的にかわすことができる誘導弾が開発されたとしたら、世界初の快挙であり、画期的な試みであるとして期待する声が多い。しかしながら、その場合には、システムの複雑さから、ミサイルの価格は、かなりの高額になると思われ、コスト的に実用可能であるかを見極めることが、難しい兵器になるであろうと、指摘する声もある。